名古屋南ジャンクション。右上が、名二館。右下から、左下の直線道路が、伊勢湾岸自動車道。左上が、名古屋高速3号、大高線。右端で、東海道本線、東海道新幹線と交差。出展、国土交通省、国土画像情報名古屋南ジャンクションは、愛知県名古屋市緑区にある、伊勢湾岸自動車道。 名古屋第二環状自動車道及び名古屋高速3号大高線を結ぶジャンクションである名古屋南インターチェンジが併設されている。料金券の相違として名古屋高速3号線大高線と名古屋環状自動車道は大都市近郊区間料金を水準にする大距離性が伊勢湾岸自動車道については地方性が適用されている。名古屋市の南東部に位置し、 市内の都市高速と環状道路、周辺高速道路を連携させることで、名古屋市外やその近郊都市と、三重、関西、愛知県北、三河地域、静岡や中部国際空港などへの中長距離地区を結ぶ際の要衝となっている。東方向に、明二間、北方向に、名古屋高速、南西方向に、伊勢湾岸自動車道が廃され、 伊勢湾岸自動車道が直進する形態をとっている。この3路線との接続のほかに、伊勢湾岸自動車道名古屋南 IC 及び大府 IC 一部で入り口を併用するなどして14本の道路が存在し、接続道路数の上では、タルミ JCT と並んで国内最大規模のジャンクションとなっている。JCT 形状はセミクローバー型で東西約400メートル。 南北約300メートルの長さを有し、北東側は東海道新幹線と東海道本線をまたぐなどして周辺交通を巻き込んだ大規模な道路施設となっている。1998年の開業当初は名古屋南 IC のみが設置され、その後各路線の延伸開業に伴って道路を積み増すプロセスを経て現状の4層構造となった。また、 ジャンクション設置に伴って併設する国道23号の拡幅も合わせて行われた。なお、正式名称が決定されるまでは国道23号東インターチェンジの過小であった。道路構成はジャンクションを通過する本線と接続する各高速道路及び名古屋南 IC とオーフ IC に出入りするための速度及び各方面を接続する。 ランプウェイの三つからなっている。このため、伊勢湾岸自動車道本線から各方面に分岐の場合、最初のステップとして本線から速道に分岐する。構造上、この速道を走り続けることで、伊勢湾岸自動車道本線に戻ることが可能となっている。基本的に高速道路同士を接続する施設であるため、一般道路とは接続しない。ただし、併設する。 名古屋南 IC では一般道路に接続するが、これは伊勢湾岸自動車道四日市方面の利用者に限られ伊勢湾岸自動車道とよった方面を呼び名に、管理用者は構造上出入りできない。このため、当該利用者が当 JGT 近辺で出入りする場合は大風 IC を利用する。東名阪自動車道金一両金区間が 名古屋第二環状自動車道に改称された景気を与えたのは2011年3月の名古屋南 JCT 高張 JCT 間の延伸開業である仮に東名阪自動車道の名称で名古屋南 JCT に延伸した場合静岡豊田方面からの伊勢湾岸自動車道利用者が三重県方面への近道と勘違いして環状道路に侵入し 遠回りすることが懸念されたことから、延伸を契機として、道路名称を変更することになった。第二料金所名古屋高速伊勢湾岸道、第二料金所伊勢湾岸道名古屋高速第三料金所、名に関伊勢湾岸道第三料金所、伊勢湾岸道名に関第三料金所、名古屋高速名に関連運用は、時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。 名古屋高速に乗り継ぐ場合、名古屋高速の料金は、星崎本線料金所で支払う。このため、名2館名古屋高速乗り継ぎの場合は、当 JCT 内で料金所を通過しない。構造上、この料金所を通過した場合には、名2館や名古屋高速3号線に向かうことはできない。詳細は、名古屋南 IC を参照通行券を発見する。 伊勢湾岸道の名古屋南までの料金を収受する。通行券を発券する。伊勢湾岸道の名古屋南までの料金と、名二間の料金を徴収する。だたし、名二間については大都市近郊区間に含まれているため、大距離制料金となる。なお、休日割引については、利用できない。名二間の料金のみ支払い。 伊勢湾岸道及び何館から名古屋高速に乗り換えた場合、最初の一般道への出口は、小続室口となる。ありがとうございます。